心に光を、愛の花を咲かせて、日の当たる窓辺。「
こんばんは。こんばんは。ありがとう。今日超盛り上がってますね、みんな。イエーイ。おう、めっちゃいい感じでございます。北欧の妖精フローリでございます。なんかおかしい。姫路からやってまいりました北欧の妖精フローリです。どこへどこみたいな感じで。はい。そうなんですよ。ちょっとね、最近あの北欧っぽくなったでしょ。まだ一曲しか聞いてへんみたいな感じですけど、そう、うん、だ普段から皆さんね、私北欧っぽいなって思ってらっしゃると思うんで、あ、はい、もうね、勝手にですけど、はい、ネーミングつけさせてもらいました。はい、ですね、今日は、3組出演されます、ボイスさんのライブ。とても素敵なアーティストたちが3組出ますので、皆さん素敵な夜を過ごしていってください。よろしくお願いします。はい、で今日は、ボーカルフルーリー、そして、ギター高松ひろし、あ、喋るマイクがないね。ちょっと間違えごめんね。そう、そうですね、はいはい、皆さんこんにちは。こんにちは。ごめんなさい、ありがとうございます。もう一人で、やっておりますけど、今日はフルリーさんの隣でやらせてもらいます。ああ、なんすかそれ。あ、今気づきました。これは本物ですか。これはね、偽物ですね。でも、まあ、今日の演奏は本物な気分でいきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そうです、いいでしょうこれ。はい、ですね、はい、じゃあ次の曲はですね、ブライダルのオリジナルソングを歌いたいと思います。平日は私は事務の仕事、妖精ですけどしてるんですけども、はい、頑張ってます。今日もめっちゃ頑張りました。はい、そして土日は、結婚式でブライダルの仕事に携わらせていただいてるんですけども、その時になんかこうね、誰かがこう挨拶してる言葉だとか、そういうのいいなと思ったやつを拾って、でそのみんなのね、この披露宴とかを見て作った曲です。でなんか偶然なんですけど、最近ギターのひろし君も勤めてるんですよね、結婚式場で。勤めております。うん、まあこの城は城なんですけど、ほんまに美しい城っていうのはもうあのことを言うんやなと思ってね。あのウェディングドレスのことですよ。あのすごい、もうこれ城を越えて何色みたいな感じの幸せの色が満載よ。それをね、二人見てきてるので、今日はなんかこの曲、今からやる曲はなんかいい感じだと思いますよ。こうなんか結びつけようとするんですよ、俺なんかライブのこの進行にこう。という感じ、俺にマイク振ったらこんな感じなんで今日は、はい、はい、ありがとうございます。ということで、はい、ウェディングソングを今から歌いたいと思います。ルシエル大空へ。空に悲しみは半分に
響き合うおダーリン、喜びは空高く昇る。 Today's your happy waiting、 健やかな世界へ羽ばたいてゆく。ほら手と手つないだら思いやりの心まで。ありがとうございます。こうしながらカンペを見るという荒技を思いつきましたはい、じゃあここでもう一人サポートの方が増えます。須田泉どうぞすごいすごい登場でございますぶりの、はい、泉との共演でございます。さあ、はい、ありがとうございます。はい、3人揃うのは結構珍しいですね。はい、なので皆さん今日は良き日に来ていただきましてありがとうございます。なんのこっちゃみたいな感じですけれども、はい。どんな感じ？いけそう？はい、今日かぶっているこの花冠は職場のお友達のしーちゃんが作ってくれました。なんかなかなかこういうものね、自分の思うようなものってなかなかなかったりするんですけれども、すごいイメージ通りに作ってくれてめっちゃびっくりしたっていう皆さんしーちゃんにも拍手をお願いいたします。今日は来てないけど心飛ばします、思いを飛ばして、はい、すごくやっぱりね、そうやって作っていただいたものをかぶってやると勇気も湧きますし、なんかこう、はい、すごい楽しい気持ちで歌わせていただいております。はい、ではじゃあ3人での共演の曲を今から歌いたいと思います。じゃあ Over the Rainbow。Oh,
2人のソロのところがとても好きで、私もいつもねよろしい、いい感じでございましたです。とても楽しい、はい今日はなんかいろいろ言おうと思って来た割にもうすっ飛んでしまいましたですわみたいなということでですね、はい、お歌を届けられたらいいかなと思っております。はい、オーバーザレインボーは希望の歌でございます。自分がこう思った願いとか叶えたい願い夢やそういうものは自分がこうイメージして思ったら叶う、すべて叶うよっていう歌でございます。はい、そうですね、次の曲はもうなんかで止まったね。あら、喋りますか、別にいいですか今日は。なんかトークもできる、彼は素晴らしいトークもできるのでございます。次の曲はあなたが、そばにいてくれれば私は自分自身を超えられるという曲、You Raise Me Up を歌いたいと思います。
とうございました。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアイズミ、そしてヒロちゃん。お二人27日昨日30日お誕生日でした。おめでとう。じゃあ最後のとこ一緒に歌いましょう。ん？はい。さあ、はい。Happy birthday to you。おめでとうございます。フルーリーからお誕生日プレゼントを渡します。ありがとうございます。いつも素敵な演奏していただいて本当にちゃっかり写真でございます。今日はまあここにかけてたんですね、もうほんまに。ありがとうみたいな。今みたいな。皆様ご協力いただいてありがとうございます。二人のお誕生日でした。はい、双子座の A 型なんですね、二人が。で、私がいて座の O 型で、まあ双子の A 型に囲まれたいて座 O 型みたいなんでやってるんです、いつも。ね、意気投合してるよね、とても。はい、あ、今ちょっと弾いてくれてます。じゃあここで、みんないつも一緒に歌ってくれてますオーシャンゼリゼをやりたいと思いますので、一緒に歌ってください。はい、お願いします。オーシャンゼリゼ。立って歌っていただきたいと思います。ノリノリでいきましょうか。よろしくお願いします。待てよ、待てよ。最初から素晴らしい。はい、オーシャンゼリゼ。はい、もう一回。
にもっともっとオーシャンゼリゼ。はい、もう一回オーシャンゼリゼ。ありがとうございます。じゃあラストめっちゃでっかい声でオーシャンゼリゼ。はい、オーシャンゼリゼ。ありがとうございます。素晴らしい。いつも何か素敵なことがみんなを待つよ、オーシャンゼリゼ。ラスト、はい、オーシャンゼリゼ。もう一回オーシャンゼリゼ。ありがとうございます。いつも何か素敵なことがみんなを待つよ、オーシャンゼリゼ。ありがとうございました。一緒に歌えてとても幸せでございました。ありがとうございました。オーシャンゼリゼでした。ありがとうございます。あ、じゃあの時にパンって飛ばなあかんかったかな。次からやります。はい、じゃあ、次の曲で、あ、ラストになります。あと2組、近江さえさんとしおんとみっちゃんさんが出演されますので、皆さん最後まで楽しんでいてください。そしてチャンネルはそのままでユーストリームお願いいたします。はい、はい、あ、次の、ライブ告知なんですけれども、ボイスさんは6月28日、そして、京都のトカトガさんで、8月の17日出演させていただきますので、よかったら遊びに来てください。今日はありがとうございました。はい、では恒例の青空の下で、北欧バージョンでやりたいと思います。ラストよろしくお願いします。はい、青空の下で。信じることが
してあげたいな。青空の下で待ち合わせしましょう。まっさらな二人を光が包み込む。思い切り今日って抱きしめ紅葉てフロリでした。そしてピアノ泉ありがとう、はい、そしてひろちゃんギターひろちゃんでお送りしました。どうもありがとうございました。